はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけでアルファ版をプレイしていきましょう。ですね、アルファ版の内容は僕が先行プレイでプレイした時の内容とね、ほぼ一緒で、まあスライディングキャンセルなどはまだ修正されてない状態だと思います。今日はね、クリンコフ 74U を使っていくんですけれども、なぜかね、僕途中で武器レベルが上がらなくなってしまって、もうこれバグなのかな。まあまあまあ、アルファ版は2日間だけなのでそこまで気にしないんですけど、ガンスミスはもうほんとつけられるものを今はつけてる状態ですね。まあ全然ガチ構成ではないんですけど、まあ十分強い構成にはなってると思います。試合に行く前にね、ちょっと番組出演の報告があります。9月24日木曜日7時からアストロゲーミングサードアニバーサリー誕生会ですねに出演します。 MC 河川さん、ゲストにはケイン小杉さんで、ラッシュゲーミングからはグリード五郎で出演しますと。で、10月3日、土曜日ね、8時からも、コールオブデューティーチャレンジャーズ日本代表決定戦フェスティバルという、まあ、振り返り特番みたいな今年のね、1年の番組があるんですけど、そちらにも出演しますので、よろしくお願いします。で、すっげー引いて撃ってきたな。なんかそこいない？そこいるんだけど、なんか全然見えない。あー、やれそう。とりあえずエリア取りつつの、ちょっと見えてるよ。ちょっと見えてるよ。あそこの頭足よくいるよね、ほんと。なんかあんま詰めてこない？敵。なんか右に流れてるんですけど。あんま来ないね。来ないのであれば、1キルしたら行くか。SMG の距離ではないですよ。今来たー。今来たー。大丈夫か？こっち聞いて戻ってくるよな。行くか。お、あぶれ。あー、こっち向いてるな。バレたか。なんか全然敵エリア来てなくない？大丈夫かな？なんかホール湧いてる。あー、ずっと来るこれ。あー、今のあったら神だったでしょ、マジ。わ、これ呼ぶ必要ないな、多分。不正打ちは、これがこの動作入るんで弱いですね、これ。まあ、BO4 と一緒だね、ここは。すごいな、87対1の極端すぎない？さっきの試合と。ここで空爆でしょ。はいはいはい。1キル。味方に当たる。ちょっとちょっと2発とも味方に当たったんだが。あ、これハンドガンになってる。ん？ナイス。うわぁ、センター勝てん。怖いな。敵の偵察機が接近。これ位置やばない。これ位置やばい。この間にいる。で、手前から来ると思うじゃん。残念、こっちですね。ここ行くんですね。で、もう一回戻るんですよ、ここで。ここで戻る。ここで戻ってのエリア。ああ、くそ。わと、あれ行ける？あ、行けそう。あ、行けた。行けちゃった。行けちゃった。行けちゃっていいのか、あれ。行けちゃっていいのか、これ。これ SMG でこれいけちゃっていいのか。敵の砲撃。
わあ。まあ、倒しきれないな。うわあ。どうなってんのこれ。あ？しようか。ハードポイントを奪取。ハードポイント占拠。これはやっぱここにいたら死ぬ。これ絶対まずい。あの距離やりちゃまずい。あ、サムターレットいたのか。あ。やめろ。サムターレット高い。おお、無敵。エイムアシストの感じはそうだな。まあ、エイムアシストの設定は今回ないんですよね。なんかダイナミックとか照準とかっていうのはなくて。ラグった。わあ、倒せないね、今の。まあ僕もちょっとね、癖があると思う。なんか、ちょっとあんまね、100% のエイムを出せてるかっていうと、出せない、なんか。設定の問題かな。まあでも慣れだと思うな、僕はこれ。慣れたら、全く問題なしで動けるようになるかも。あ、それはその角度無理だね。いや、これ上にいるんだよな。当たらないんだけど、そこ。あー、ダメだ。上から下行けても、下から上はオーマシン無理です。嘘、まさかのまさかの、まだ湧いてるな、あれ。湧いてる。変わんないな。とりあえず、このマップはセンターウェイを取ると。センターウェイを取って、こっから撃てば勝てると。やべですね。絶対ここ来る気がする。大丈夫かな？いいぞ。敵のマシンだったわ。だんだん慣れてきた気がする、このエイムアシスト感。やってくれた？絶対こっち来るじゃん。時には詰めた方が良かったりするよね。時には大胆にプレイした方がいいっていう時もあるよね。おお。敵の偵察機が接近。これは空爆でしょ、これ。あ、でも1枚1個だけここに落としておこう。敵がハードポイントを奪取。わあ、ぴったし。当たってる。あ、やべえ、突っ込んできちゃった。空爆呼ぼうとしてる。あそこ難しい。おい、おい、いや、ダメか。登ってきてる。あはい、ナイス、ナイス。いける。ここでいける。あー、あー、70、あー、また一番ダメージいって。